はい、こんにちは、横山武史です。ハッピーラッキーホームページなんですけど、とにかくね、ホームページ作りたいけど作ってないと、作りたいんだけどまだ作ってないんだというような人にはお役に立てると思います。具体的に言うと、Yahoo とか Google とかで見たら、ホームページ作成とかで検索したらすごい高いですよね。だいたい15万、20万、30万と本当に100万するところもあったりとか、あと安いところあるけど、安いのは安いでやっぱり理由があるっていうか、もうしょぼいホームページだったりとか、すごいサービスが悪かったりとか、質が悪かったり、分かりづらかったりね、ホームページ自体が、そういうところが多かったりするんで、僕自身もホームページは諦めて、ブログ、ライブドアとかね、アメーバブログとかのところ、ブログをホームページっぽくして使ったことありますね。でそこからあとはもう次の段階としては、また見てもやっぱり高いから、じゃあ次は、自分で本を読んだりとかですね、教室に通ったり、そしてホームページビルダーとかドリームウィーバーとかいうソフトがあるんで、それを使って自分で作ったりしたんですね。そしたらすごい、またそれまたダサいのがねできて、もう手作り感満載のね、いかにもっていう、信用がいかにもないっていうね、中身は良くても信用がなければ全く意味がないようなホームページが出来上がっちゃって、僕自身も苦労したんで、それで行き当たったのがハッピーラッキーホームページ を作ってくれる人に行き当たった、そういうサービスに行き当たったんですね。でだからあなたにも、そういうあなたに、僕と同じようなあなたにはお勧めします。で、それを使ったらですね、とにかくまあ安くできるし、そしてかっこよくですね、そして自分が思うようにできる、自分が思った通りのホームページが出来上がるし、そして簡単、インターネットに詳しい人も、そして全く詳しくない、僕みたいにね、全く分からなかった人にもお役に立てる、サービスです。僕はもともとそれのハッピーラッキーホームページを作ったっていうか、そういうサービスをあなたにご紹介しようと思った理由っていうのが、今の時代やっぱり一人一つのホームページ持つべきかなと、そういう時期かなと思うんです。って言いますのが、やっぱり僕らが今の時代にですね、生まれてきたには、一つのやっぱりメッセージ、一つのその、どういうのかな、役割っていうのか、何か世の中に対してメッセージがあるからこそ生まれてきたと僕は思ってるんです。だからそれをより早く、より多くの人に伝えるにはホームページしかないので、ぜひちょっとこれはそれできないかなと思いながらも、やっぱりホームページ作成業者いろんなところがあるけど、やっぱりみんな高かったり安くてしょぼいのばっかりだったんで、僕の範囲外、僕の分野外なんですけど、ちょっとこのサービスだけはご紹介させていきたいなと思いまして、ハッピーラッキーホームページ、作らせていただきました。ぜひ、僕と同じようにね、今も僕使ってるし、今でもずっと使ってるんですけど、そのサービスを使いたい方は、下を読んでいっていただければなと思います。はい、以上です。ありがとうございます。